今回はこの、AirPods Max を買ってみようと思います。いや、この広告はあかんやろ。Apple に死ぬほど喧嘩売っててくさ。皆さんは、Apple 製品を買ったことがありますか？なんだよ急に。買ったことないわけないだろ殺すぞ。実は私、これまで様々な Apple 製品を購入してきたのですが、最近あることに気がついたのです。なんだよ。どうせしょうもないことだろ。Apple 製品は、あまりにも高すぎる、という、衝撃の事実です。本当にしょうもなくてくさ。そんなもん全人類の共通認識だぞカス。私は Apple アンチなので、毎回商品を買ってきては酷評しますが、このままでは破産寸前なので、なんと今回は、秘策を考えました。アンチのくせにちゃんと買っててくさ。ただのアップル信者でくさ。ということで、今回はアップル製品を格安で買う方法を思いついたので、ちょっとやってみようと思います。いやそんな方法があるわけないだろ。どうせジャンク品とかだろ。知らんけど。こいつらガチ上客でくさ。一生リンゴに高い金払っとけ。は、死ね。今回は、アップルの高級ヘッドホンである AirPods Max を格安で買ってみようと思います。そういえばなんかあったな、こんな商品。これヘッドホンのくせに8万もするからな。香川県民の月収くらいあるんだぞ。それはくさ。いや香川がそんな田舎なわけないだろ殺すぞ。は、現実見ろや粉カス。粉プンプンかな。なんやねん粉プンプンって、バカにしてんのか。プンプン、粉プンプン。こねるのは小麦粉だけにしとけやカス。ひえ。うどんに親でも殺されたんか。ということで、まず、中国に向かいます。あ。いきなりコストガン無視でくさ。到着したら、まず、タオバオを開き、欲しい商品を入力します。またタオバオかよ。せっかく中国まで来てネット通販なのか。すると、あら不思議。なぜか、それらしいものが破格の値段で販売されています。安すぎてくさ。いやこれどう見ても偽物だ。今回はこの、AirPods Max を買ってみようと思います。いやこの広告はあかんやろ。Apple に死ぬほど喧嘩売っててくさ。ちなみに、なぜか緑やピンクなどのカラフルな色が用意されているようです。いやそれはさすがにおかしいやろ。これもう半分正規品超えただろ。ということで、今回はノーマル色を買ってみようと思います。こういうのって規制されないもんなんだな。ちなみにこれはいくらなんだ？なんと、送料込みで39元でした。いや安すぎてくさ。正規品の100分の1でくさ。ということで、商品が届きました。正規品の箱はこんな感じらしいので、一応見せてはいるみたいですね。いや見せたらダメなんだぞ。完全には同じにしないのが巧妙でくさ。ということで、中を開けてみると、本体、オーディオケーブル、タイプ C ケーブル、取扱説明書、が入っています。なんかいろいろ入ってるんだな。付属品がキャッチーんだよな。細部を詳しく見ていきましょう。左耳側には、音量ボタン、電源、マイクロ SD カードスロット。その下には、タイプ C ポート、イヤホンジャック。反対側には、特に何もありません。耳当ての部分は、やや硬めですが、それにより、遮音性があるような気がします。なんやねん気がしますって。SD カードスロットついてるの最高に中華製品でくさ。iPhone 持ってない人への配慮やぞ。そんなやつがこんな高いヘッドホン買わないのでは。Apple は全ての製品に SD カードスロットとイヤホンジャックつけろカス。ということで、実際に使ってみましょう。まずは、充電をしてみます。充電が終わったら、Bluetooth で接続してみます。ここの名前も揃えて欲しかったよな。GPS みたいな名前で腹立つよな。ということで、無事接続できました。音質は値段相応のクソ音質で、高音がかなり厳しいです。逆に低音の方はまだ聞けるといったところです。クソ音質でくさ。予想通りでくさ。ちょっと聞こえにくいですが、この通りの音質です。ちなみに最高音量も大きくないです。クソすぎてくさ。アンチオツ、耳を痛めないための、中華なりの配慮だから。やっぱ中華って神だわ。ちなみに合わせて、クソデカ AirPods Pro も買ってみました。なんやこれくさ。デカすぎてくさ。中を開けてみると、本体、充電ケーブル、3品説明書、となっています。すべてがチャッチすぎる。で、これはいくらだったんだ。本当は1個16元くらいなんですが、なぜか間違えて両耳分買ってしまったので、40元かかりました。くさ。これ両耳分は絶対必要なくてくさ。本体はこんな感じです。実際の AirPods と比較してみると、こんな感じです。デカすぎてくさ。こんなもんカバンから出てきたら 100% 笑うわ。ということで、実際に使ってみましょう。今回の風評、創業以来イタリアの豊かな食文化を丸ごと日本に持ってき
予想通り、音質はびっくりするくらい悪いです。これはもう、どういう層が買うんだろうな。アンチオッズ、320円でおしゃれなスピーカーが買えるなら、むしろ安いくらいだから。安くもないしおしゃれでもないしスピーカーとしての機能もクソだぞ。最悪でクサ。ということで、今回はこちらのソフトを紹介します。いや急に始めんなよ。今度はなんだよ殺すぞ。今回紹介するのは、イーバスさんの、ボイスウェーブくんです。ボイスウェーブ、なんすか、ボイスウェーブって。ダメだこりゃ。ボイスウェーブとは、イーバス社が開発、販売をしているリアルタイムのボイスチェンジャーである、ゲーマー、YouTuber、Discord ユーザー、そしてオンラインでの音声チャットを楽しむすべての人のために設計されており、声を好きなものに自由自在に変えることができる。ボイスチャットしたことあるなら普通知ってるよね。いや知らねえよカス。ゲームみたいなぼっちがボイスチャットしたことあるわけないだろ殺すぞ。とりあえずダウンロードをしていきましょう。インストール中は暇なので、コメント返しをしていきます。コメント返しで暇を潰すな殺すぞ。まず1件目。これ、給料やるから喜べかす。これは、富裕層の視聴者さんからのコメントですね。言うほど富裕層か。最低時給すら割ってるんですがそれは。アンチオッズ、ドルに換算したら 1.9 ドルにもなるから。いや少なすぎてくさ。なんだろう、1ドル100円に統一してもらっていいすか。今や全ての国の通貨に対して円安になってる最強通貨だからな。え、何これは。もう終わりだよこの国。でも日本には四季があるから。四季なんて世界中どこでもあるぞ。やめたれ。ということで、インストールが完了するとこんな感じです。こちらから変換したい声を選択できるようです。また、人間の声以外にも、ロボット、ゲーム、キャラクターと、バラエティ豊かな音声が並んでいます。思ったよりいろんな音声が選べるんだな。これは UI が非常にわかりやすいな。早速使ってみましょう。無料版ではこちらの音声しか使えないため、今回は有料版を使用します。もちろん視聴者の分もお前が負担するんだよな。負担しません。は、二度と商品紹介すんなよクソボケが。有料版を購入することで、このように、すべての音声が使えるようになります。早速使ってみましょう。今回はこちらの音声を使用します。大当たり。なんだこれ。なんかどっかで聞いたことあるな。この大当たりというオリジナルの音声がどの程度変わるのか聞いてみたいと思います。大当たり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 。ということで、音声の一部をお楽しみいただきましたが、いかがでしたでしょうか。これは何を聞かされてたんだ。もう洗脳みたいになっててくさ。また、こちらからは音声を自由にカスタムすることができます。さらに、こちらからは、BGM や SE サウンドを選ぶことができます。いや、無線よ。こんなん取り消しか使わんやろ。ということで、いかがでしたでしょうか。UI は非常にわかりやすく、PC 初心者の方でも問題なく使いこなせると思いました。また自分の声を可愛い声から機械音声まで、100種類以上のボイスエフェクトを通して、好きな声に変換できるほか、様々な効果音をつけることができるのは非常に良いと思いました。無料版と有料版があるものの、無料版でもその機能をしっかりと試すことができるのは非常にありがたいと感じました。また、Discord、Steam、Zoom などで音声をカスタマイズできたり、背景のノイズを除去できるなど、プライベートのみならずビジネスのシーンでも十分活躍できるのではないかと思いました。模範的なコメントありがとうございます。次回、タオバオで買った偽物アップル製品だけで生活してみたら、地獄すぎた。こうご期待。これマジでやってみてほしい。生活の質が下がりまくりそうですさ。你在无中生有，暗度陈仓，凭空想象，凭空捏造，无言无语，无可救药，逝者安息，一路走好，傻子巴拉。